今日ご紹介するのは、2リッター EHEV の直噴の新エンジン、ご紹介をしていきたいと思います。こちらのエンジンは、先日新型シビックの EHEV に搭載されるということでアナウンスされたわけなんですけれども、今回こちらの新エンジンというのは、これからのホンダ車のハイブリッドユニットの中核になるエンジンということで、非常に注目できる新エンジンということになります。今、LFA というステップワゴンやアコード等に積まれているエンジンがありますけれども、そちらのエンジンから置き換わるエンジンになりますので、こちらのエンジンの特徴、どういったところが変化したのかということを今日は主にお伝えをしていきたいと思います。で、こちらのエンジンはもともと2030年に向けて開発したエンジンということで、ヨーロッパの方が非常に排ガスの規制が厳しくて、ユーロ7の排ガス基準に適合させるという大目的というものがあって、作られたエンジンというものになっています。で、さらにヨーロッパのみならず、北米でも排ガスの規制というものがありまして、LEV の LEV4 排ガス規制、こちらにも対応しないといけないということ、かつ中国もヨーロッパ7に準じた規制というものがありまして、30年に向けて、エンジンを用意しておく必要があると、いうことになります。ですので、そういった意味では、これからの、ホンダのハイブリッドユニット、ハイブリッド車を売るには、必要不可欠なエンジンということで、非常に注目されているエンジンになります。で、こちらのエンジン、何が変わったのかということなんですが、主には5つの柱がありまして、低ミッション、低燃費、NV、低コスト、高出力化、この5つの柱があります。で、その中でまず、低エミッションというところでフォーカスして話をしていくと、まず、一つ目が低 SV 燃焼室。で、こちらは SV というのは表面積、V というのが容積になるわけなんですけれども、この比率というものが小さいと小さくなるほど燃焼効率が上がると言われています。で、それによって、このエンジン自体も燃焼効率というものを上げていると。で、SV 比というのは何かと言いますと、これはロングストローク化に関係してくるところなんですけれども、ストロークをボアで割ってみると、だいたい 1.19 となるんですけれども、それによって、スワール効果を発生させる。新規をより一層燃焼室に効率的に取り入れると、いうことを行っているエンジンになっています。それによって、低ミッションを達成していると。で、かつ、注目になるところが、今回直噴になったということになります。で、かつ直噴になったということだけではなくて、こちらはガソリンエンジンでありながらも、年圧が35メガパスカルという非常に高い年圧を誇るユニットになっ、高い年圧を誇るエンジンになっています。で、かつ、さらに、もう一つ、この燃圧を上げるということの目的に、多段噴射ができるという大きな特徴になっています。で、多段噴射、通常ですと、噴射するときというのは、圧縮するときに、噴射するわけなんですけれども、圧縮工程のときに噴射するというイメージが非常に強いと思うんですけれども、もう最近のエンジンというのはもう変わっていまして、圧縮するときではなくて、圧縮するときだけではなくて、吸気するとき、なおかつ排気をするときにも噴射をするといった、そういったことによって、排ガス適合、低ミッションというものを測っています。そういったデバイスが入ったエンジンになっています。で、次に低燃費というところでも、低燃費というところでいきますと、先ほどの低 SV 燃焼室、それから SV 比 1.2 エンジンというところがあります。で、もう一つは、直噴でありながらも高圧縮比 13.9 という圧縮比を持っています。
今までは 13.5 だったんですけれども、さらに圧縮比が高められているというのが注目ポイントになります。で、もう一つは、交流道インテークポート、それからタンブル保持ピストン。まあ、この辺は、外からの空気、吸入工程時に、いかに効率的に空気を取り入れるかと、まあ、いうことで、取り入れられている技術になっています。で、これによって、後ほど紹介するんですけれども、低回転、低負荷に、領域においても安定した燃焼を、まあ、可能にすると、まあ、いうことで、大容量のクールド EGR というのも、取り入れられています。まあ、低フリクション技術というところでいくと、まあ、ピストンなんかもおそらく低フリクション化っていうのがなされている可能性っていうのがあるとは思うんですけれども、まあ、この、主にこのスカートの部分、このスラスト側の部分なんですけども、まあ、ここ、まあ、表面処理であったりとか、よく最近ですと、まあ、テフロンであったり、まあ、グラファイトであったりとか、で、なおかつ、その表面処理だけではなくて、まあ、パターンコートをしていたりとか、まあ、その千鳥状の、最近ですと千鳥仕様のパターンコートであるとか、まあ、そういったもので、まあ、低フリクション化、周動抵抗を下げて低フリクション化というものを測っていたりします。NV 対策として、まあ、大きく変えられたというところで、このクランクシャフト、これ自体が剛性アップされたものが今回新しくなった新エンジンで搭載されていると。まあ、これによって、まあ、エンジンの回転が上がると、このクランクシャフト自体がこうねじれてくるんですけれども、まあ、剛性が上がるということによって、ねじれが抑えられて、このレシプロ周りの低周波、振動、そういったものが抑えられるようになるというところがあります。で、もう一つはこちらの二次バランサ。まあ、こちらも、まあ、従来のエンジンでもついているんですけれども、まあ、それによってエンジンの二次振動を打ち消す作用を持っている二次バランサ。まあ、これもついているということになります。で、大きく変わったところはここになるんですけど、このヘッドの上にインシュレーターが今回追加されています。で、このインシュレーター追加された理由っていうのは、おそらく、この吸気インマニ側、ご樹脂インマニの下側に直噴のインジェクターがあるとは思うんですけれども、今回、多段噴射の直噴のインジェクターになってますので、かなり作動音が大きい。で、なおかつ多段噴射になっているということもありますので、噴射している回数自体も、今までのエンジンよりもかなり多くなっているということもありますので、インジェクターからの放射音を、まあ、このポリウレタン、ウレタンのこのカバーになると思うんですけれども、まあ、これによって、できるだけ NV を抑えているといった、そういった対策がなされているんだろうと思います。これは、最初の 2.5 リッターのダイナミック補正エンジン、あちらも直噴で、あちらは D4S なので、今までの PFI と DI との両方持ったエンジンになるわけなんですけれども、まあ、あれもポリウレタンのカバーがついて、まあ、同じような対策になってるんだとは思います。で、次に、高出力対応ということなんですけど、高出力対応もやはりこの直噴であるということと、かつ高圧で噴射をするということ、それから多段噴射というものがやはり生きているということになります。もう一つはシリンダーヘッド。で、シリンダーヘッド自体は何が変わっているかと言いますと、2ピースのウォータージャケットというものが入っています。これは、シビック R のターボエンジンなんかでも搭載されていて、排気側のこの排ガスで今全域ストイキ燃焼しているということで、排気温度が非常に高いという懸念があります。排気温度を下げるという役割を果たすために、ウォータージャケットを2ピース化することによって、この排気のポートを冷やすという役割を果たしていると。まあ、それによって、まあ、エンジンが破綻せずに、機能の役割を果たすということに一役買っているというところになるかと思います。それから、トルクが今回上がっているので、おそらく排圧も当然上がっていると思うんですけれど、エキゾーストポート自体も変わっています。まあ、表面積が拡大していたり、バルブの径がアップしていると。で、かつ、排気温度自体も上がっていると思いますので、まあ、バルブシート自体も、耐摩耗性の高いものに変えられていたりするようです。
それからエキゾースト側に関しては、こちらは油圧の VTC になっていると。ここもかなり高出力に寄与しているところというところになります。それから、熱によって、熱マネジメント、今のエンジンに関しては非常に重要な役割を果たす、この電動ウォーターポンプ。この電動ウォーターポンプの容量が、最大流量がアップされているものが搭載されています。それから、ここには見えないんですけども、オイルクーラー、まあ、油温も上がるということもあると思うので、吸気側の下側だと思うんですけど、オイルフィルターとサンドイッチで、オイルエレメントとサンドイッチでついている部分だと思うんです、ですけども、ここにオイルクーラーがついていると思います。で、最後に低コストということで、今回こちらの車なんですけれども、VTEC が今回廃止されています。VTEC が廃止されていて、まあ、ハイカムに切り替わるということがなくなってるんですけど、このロックアームがついていて、ここがラッシュアジャスターになるんですけれども、まあ、これによって、まあ、タペットの調整を、まあ、してくれるという方式に変わっています。まあ、これによって、まあ、低コストを果たしているということがあります。で、もう一つはこちら。電動のこの VTC 自体、これも低コストに寄与しているということになるようです。まあ、その他、新型の電動ウォーターポンプ、この辺も低コストに寄与しているそうです。で、次に気になるこちらの新エンジンのスペックの紹介なんですけれども、こちらを見ていただきますと、まず特筆すべきところとしては、ここの圧縮比が 13.5 から 13.9 に変わっているところ。で、もう一つ、この最高出力自体は、前回の LFA のエンジン、145馬力に対して141馬力と4馬力ほど最高出力は落ちています。で、トルクはどうかというと、トルクに関しては175ニュートンから182ニュートンということで、まあ、7ニュートンほどトルクは上がっていると、まあ、いうことになっています。それから、連日しますけども、こちらの燃料供給装置が変わってまして、今までの従来のポート噴射から燃料噴射、こちらは直噴になっていて、なおかつ最大の噴射圧力が35メガパスカルまで引き上げられているものになっているというのが、今回のこの新エンジンのスペックになっています。今回この新エンジン、どういったコンセプトで作り上げられたのかと、まあ、いうことでご紹介をしていくんですけれども、まあ、こちら今真ん中のこの図なんですけども、横軸がエンジン回転、縦軸がトルクということで、全域ストイキ燃焼を果たしつつ、実燃費も向上させると、まあ、いうことがまあコンセプトになっているということで、じゃあどういったことを燃焼技術に取り入れられたのかということなんですけども、まず、こちら、低回転、低負荷っていうところになってきますと、まあ、先ほどのエンジンの使用、詳細でもお話ししたんですけども、高流動ポート。まあ、トヨタとかですとレーザークラッドバルブシートっていうのがあって、やはりこの吸気ポートが、まあ、可能な限りこう直線上に搭載されて、なおかつこの進気がしっかりと入ってくるような、抵抗なくこう入ってくるような、そういった形状になってたわけなんですけれども、まあ、今回ホンダの新エンジンもこの高流動ポートというものが採用されています。で、かつ、吸気工程の時に、この吸気がうまく入って、かつタンブル効果を生ませるために、流動保持ピストンというものが入っています。まあ、これによって、空気が吸入工程時にスッと入ってきて、なおかつ、直噴になっていて、燃料を噴射するといった時に、空気と燃料が混じって、燃えやすい良い混合気を作るといった、まあ、そういった工夫が、このピストンの頭の部分と、この吸気ポートでなされているということになります。で、これによって何が生きるかということなんですけれども、まあ、ここに書いてある通りで、強流動を保持ということで、空気がしっかりとこう、低速から入っていってくれると、まあ、いうことによって、燃料を噴射して、良い混合気が生まれることによって、安定的に燃焼してくれるというところが
大きなポイントになっています。で、それによって何ができるかというと、まあ、安定的に燃焼してくれるということで、まあ、内部 EGR というのを増やせるということになります。で、EGR というのは、一回燃えた排ガスをまた吸気に戻すという再循環させているものなので、通常のエンジン、低回転、低負荷領域ですと、燃焼が不安定になるわけなんですけど、EGR をさらに入れるとさらに不安定になってしまうので、まあ、今回の新エンジンに関しては、低回転、低負荷領域でも燃焼が安定しているということから、EGR を増やすことができると。で、さらに、このイグニッション、リタードで、点火時期をリタードにさせることで、低エミッション化ということで、こちらも混合機が、良い混合機が、まあ、取り入れられていることによって、まあ、燃焼が、まあ、安定しているということから、まあ、早期着火させなくても、まあ、リタードさせることによって、まあ、そうすることによって、ピストンのそのクランクアングルというのが、ちょうど TGC の手前ぐらいのところで、しっかりと燃えてくれると、まあ、いうこともありますんで、まあ、リタードさせることによって、効率的な軸トルクが取り出せるということで、まあ、低エミッション化を図れると、まあ、いう形になっています。で、今度は、この低回転、高負荷領域なんですけれども、まあ、ここに関しては、まず問題というものがあって、すすや燃費が、まあ、悪化すると、まあ、いうのがあります。で、これは、要するにエンジン回転が低い領域でも出力を得ようと思った場合、何をしなきゃいけないかというと、燃料を多く吹かないと出力というのが出ません。で、そうなった時に、回転数は低くなっちゃってるっていう状態になっているので、当然ながら、エンジン自体は燃焼はしにくい状態っていうのがどうしても出てきます。そうしますと、すすだったり、で、燃料自体も余計に吹いてるということになりますので、まあ、燃費も悪くなると、まあ、いうことになって、まあ、PM 自体も多く出てきてしまう。まあ、これは PM マップということで、まあ、PM のこの大きさを示しているものだと思うんですけれども、PM 自体が、まあ、大きくなってしまうということがあったりという課題が、まあ、あったということです。で、なおかつ、EV 開始時なんかも水温を高温化にしないといけないというのがあったりします。で、これも EV 開始になってしまうとエンジン自体が冷えてしまいますので、で、今度またエンジンが冷えた状態で燃料を吹いてしまうと、より燃料としてが、燃料が燃えにくくなってしまうということがありますので、まあ、すすが残りやすくなるという課題もあります。で、かつ、この作動線が低下ということになるわけなんですけれども、作動線自体も、まあ、この辺にあると、まあ、エンジンが燃えにくいということになりますので、まあ、それを今回、まあ、この辺まで、まあ、持ってきているということになります。で、それをこの辺まで持ってきた手法としては、この大きい技術として、この直噴、この噴霧っていうところが非常に大きいところになります。で、今回採用したものに関しては、まあ、こういった低回転、高負荷において、で、なおかつ、EV 走行でエンジンが、まあ、冷えちゃってる状態、まあ、そういった領域においても、この燃料の噴霧によって、燃料がこの燃焼室の中心で止まって、どこにもこう付着しないと。まあ、付着してしまうと、すす自体が大きくなったり、すす自体の量が増えたりっていうことがありますんで、まあ、それがこの噴霧によって、まあ、どこにも付着しない、シリンダーの壁面にも付着しないということによって、この PN の抑制ということができると。で、PN のこの対応によって、まあ、燃費自体も当然なんですけれども、燃料が付着しないということで、まあ、燃費自体の悪化も防げるようになるというのが、この低回転、低負荷で、低回転、高負荷で、まあ、行われているものになります。今度、中低負荷領域、ここでやっている大きな特徴というのは何かと言いますと、この吸気の多段噴射というものになります。で、この吸気の多段噴射っていうのが非常にこのエンジンで大きな主役になっているところになるんですけれども、通常ですと圧縮工程、まあ、TDC の手前ぐらいのところ、圧縮工程のところで燃料を噴射するっていうのが、
まあ、今までのエンジンだったわけなんですけれども、この新しいこのホンダのエンジンというのは、今回この均質と向上武器って書いてあるんですけれども、吸気時に多段噴射をすることによって均質武器になると、まあ、いうのが、まあ、これ研究結果からだと思うんですけど、まあ、出ていると。吸気口、ちょうど、まあ、このぐらいのクランクアングル、ちょうど45度から90度ぐらい、まあ、このぐらいのアングルで噴射することによって、均質と向上が図れるということになります。まあ、要は吸気してる時なので、ちょうど新規が導入されてる時に燃料を吹くと、まあ、いうことになりますので、空気と燃料がしっかりと混ざるということです。横混合できるということになる。より一層横混合ができるということになると思うんですけども、まあ、早く噴射することによって、均質的に良い混合器を作ることができるので、今度吸気して圧縮して、スパークプラグが着火して燃えるときに、より一層の燃焼効率が得られて、まあ、ストイキ燃焼ができることによって、燃費が向上すると。まあ、それによって、まあ、こちら見ていただくと、横軸トルクで縦軸が燃料消費率の線になる、燃料消費率の軸になるんですけれども、ここで一番燃料消費率が良くなっていると、まあ、いうことなので、まあ、こういった技術、均質度向上武器という技術が、この中回転、中負荷容器で行われていて、ストイキ燃焼が果たされていて、燃費の向上も図られているということになります。で、最後、今度は高回転、高負荷領域どうかということなんですけど、このエンジンはストイキ運転で、全域ストイキ運転で、まあ、実燃費も向上できていると、まあ、いうことなわけなんですけれども、まあ、このエンジンはホンダのエンジンなので、やっぱ商品性というところもしっかりと考えられていて、まあ、高回転までスパッとこう回ってくれる、気持ちよく回ってくれるエンジンをまあ目指しているということで、まあ商品性だけではなくて、燃費、それからストイキ燃焼、それによる出力というものもしっかりと出しています。で、先ほどこの中回転中負荷域では、吸気の多段噴射っていうものをやってるんですけども、高回転高負荷でストイキ燃焼、なおかつ消費性を上げる、まあ、出力を上げるっていうことになってくると、ノッキングが起きやすくなります。で、このノッキングというものも、まあ、問題視していたわけ、今までのガソリンエンジンでは問題視されていて、なかなかそのストイキ燃焼というものができていなかったんですけれども、今回ノック、取り武器というものが採用されていて、これがちょうどクランクアングルで言うと、ちょうど燃焼工程ですね。燃焼工程。燃焼して、450度付近になったところで、噴射をしていて、で、最後、ETC。まだここのところでは、このエンジンに関しては、アトキンソンなので、まあ、お外エンジンになっています。なので、今度、膨張工程から排気工程になるのも、BTC よりも後のところで、排気のバルブが開くようになっています。まあ、そうしますと、ちょうどバルブが開く、この辺の部分、この辺のところで、噴射することに、燃料噴射することによって、ノックが抑えられると、まあ、いうことになります。要するに、まあ、燃焼温度が上がっている分、この辺で吹くことによって、まあ、燃料を噴射すると気化燃熱っていうのが出てくるので、燃焼室自体が温度が下げれると一瞬。まあ、それによってノックを抑えられるっていうことになる、ノックの抑制につながっていると思うんですけれども、まあ、それによって、ノック抑制噴射というものによって、高負荷の燃費向上というものが得られていると。いうのがあると思われます。で、なおかつ、高負荷領域、高回転高負荷領域を積極的に使用して、まあ、商品性も上がる。まあ、要するに良い、いいエンジンになるということになります。ホンダらしい良いエンジンになるということ。それから、ノック抑制にて、排ガス音低下、ストイキ出力が向上ということで、先ほどお話ししたんですけれども、燃料を噴射することで、気化燃熱によって、燃焼室の温度が一時的に下げられて、排気音自体も、排気ガスの温度自体が低下すると。まあ、それによって、ストイキ出力っていうのが、まあ、向上できるようになると。まあ、いうことで、まあ、高負荷ではこういった燃焼技術というものが取り入れられているというのが、今回の新エンジンに
なっていると、まあ、いうことになります。ということで今回はですね、こちらのこれからのホンダ車のハイブリッドの中核を担うエンジンのご紹介をさせていただきました。こういった技術的な話に定評があるようでしたら、またご紹介をさせていただければと思いますので、チャンネル登録、高評価をいただけますと、まあ、今後の動画の運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。